統領からメダルをもらうときに足を滑らせてパンチを見舞っちまった。首にな。首を？滑った。大統領をいきなり殴ったってこと？どうしても俺を悪党に仕立てたいのか？ならタブロイド記者になれ。やめてよ。おっと、過去の傷に触れたか？両親がタブロイド記者に殺されたんだ。はは。どこに向かってる？おい。まず話を聞いて。ミニゴルフって言ったろ。失礼ですが先生、こんな簡単に引っかかるなんて。信じられ。ええ、まあ聞いて。秘密の軍事基地があるのよ。よせよせ、またネットのガセ陰謀論だ。ガセじゃないわ。違法な科学研究をしてるの。 U ターンしろ。人体実験なのよ。 U ターンしろって。フランク、ちょっとフランク。俺が一度だってウィラメッテに戻りたい素振りを見せたことがあるか？大丈夫よ、落ち着いて。あのうちは何とだって言えるさ。だって私のスマホの写真は最悪だっていつも言うでしょ。事実だ。だから世界クラスのカメラマンから学びたいのよ。俺のカメラ？先生のクローゼットから。で、鍵は？楽勝だった。聞いて、遺体袋が出入りしてるらしいのよ。ミサイル発射場跡で人体実験の噂があるの。嫌なんて言える？嫌だ。ランク、チャンスなのよ、お願い。なら俺が運転する。え？嫌よ、私のよ。Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. お前には早い。私のネタよ、忘れたの？まずお前は現場でのプロの動きを見て学べ。俺のカメラとプロ根性から学ぶんだ。ああ。そしてもう一つ、お前の情報源は違法人体実験だと言ったんだな。見たくねえものもあるだろう。そう。その場合お前は落ち着いてメモを取れ。俺は写真を撮る。ネタを撮ったらずらかるぞ。分かった。ネタをものにするのが目的だからな。了解。狙うものだけを見せろ。よし、ほらグータッチだ、ほら。はぁ、やよ。いいじゃねえか。いや、やめとくわ。ダサいってか。そうか、まあいい。変なおじさん。身体的には症状がありません。大きな進歩です。それ以外は変化なし。そう、それで？進歩ではなく完成させて。クライアントが第一です。とにかくこのプロジェクトには長い時間がかかります。今回の進歩というのは。期限を守れない先生の代わりならいくらでもいるわ。他のと一緒に。ゾッとするぞ。だがいいのが取れた。よし、いいぞ、最高だぜ。生物兵器のウイルスの実験でもしてるのか。ダメだ。よし、そしたら
迷ったか。ネタを手に入れたらずらかるって言っただろ。私はただ、私はただ。落ち着けビッグ、落ち着くんだ。こいつはまずい状況だぞ。見捨てるつもりだったのね。彼女利用する気？まずここから出るぞ。いいな。写真のため？バカバカしいわね。ジャーナリストは報道するのが仕事だろうが、お前には無理か。客観的にはなれないってのか。だったらすぐに帰れ。行け。よし、ビッグにいろよ。よせ、ビッグ、ビッグ、ビッグ。くそ。フランク・ウェストだ。俺を逮捕するかもな。イエスって意味か。お前次第だ。え？協力できるか。マジか。そいつは昔から苦手分野だ。まいった。ちょっと熱くないか。換気しよう。うまくいくと思ったが。まあいい、どうせ時間はある。何の話だ。あんた見覚えがあるな。ブラッド・パク大佐だろ。 ZDC の長官だ。俺はゾンビ通なもんでね。だろうな。じゃあ我々の任務も知ってるだ。国内のゾンビへの対応だ。そして真実を知る者は監禁して黙らせる。分かってるぜ。またもウィラメッテだ。何が？アウトブレイクだ。ニュースではやってなかった。いつからだ？6週間前だ。そうかい。それにしちゃ騒ぎになってねえな。奴らよな。連中？国防総省。チェ、またか。何があった？知ってるはずだ。誰も知らない。俺が知ってるのは誰かがしくじったからだ。そいつが俺に機密文書。予備兵訓練センター。そこに所属してる奴には会ったことがない。町との通信は完全に途絶えてる。
衛星写真は4ヶ月更新されてない。隠蔽されてるんだ。だが、それも全てさまつなことだ。そもそもお前はなぜここにいる？大学の夜間クラスはどうしたんだ？なぜここで情報を探ってる？やめた。やめた？ああ、そうだよ。俺がどれだけのアウトブレイクに関わってたかわかるか？何度も報道した。だが感謝はゼロだ。礼もなし、花束もなし、死人ばかりの連絡帳だけだ。2006年ナショナルヘッドライナーアワードは？最初のゾンビアウトブレイクを暴露して写真まで出した。勲章も博士号ももらった。名誉博士号だ。という話じゃない。3週間後、俺はペンタゴンと政府を告発しようとした。だが全て闇に葬られたんだ。十分な証拠がなかったからだ。俺とウィラメッテに行こう。このデタラメを暴くんだ。証拠を揃えるんだ。フランク、これは一つの町だけの問題じゃない。断る。行かない。この闇を暴くんだ。報酬は計り知れない。挽回のチャンスだぞ。それよりアマチュアの好きにさせるのか？スクープを奪われるぞ。何の話だ。お前の生徒だろ。おっと、あの、いや、これって。おっと。ビッグだ。ああ、すげえチームだな。ウィラメッテに接近。そこに部隊を出して、捕らえても殺してもいいわ。しつこいぞ。どうやらヘリが壊されたみたいだ。冷静沈着な報道だな。任せてくれるじゃねえか、ウィラメッテ。ブラッド・パクって GDC のディレクターによれば、ウィラメッテでアウトブレイクが起きてる。ビッキー中はあっちで、このスクープを取材中だ。俺のスクープ。ヘリでウィラメッテに向かってると、ドカン、ロケットさ。すぐに2つのことが分かった。まず、ビッグは何週間も前からここにいる。民兵団やこのモールの正面エントランスの様子に興味を持ったんだ。そうさ。そしてもう一つ、どっかで見たような血生臭くて醜い化け物どもがいる。新聞社にもよるが、一面には載せられないぜってとこだ。オブスキュリスが動いてるが、奴らだって慈善団体なんかじゃない。
ウィラメッテに踏み込もう。奴らの狙いや黒幕を突き止められるかも。うまくいくといいが。